代表的な秋祭りの一つである南光竜燈祭りが中盤に差し掛かり、祭りの雰囲気がより一層高まっています。今日は竜燈祭りの歴史的な背景であり、文禄慶長の駅を勝ち抜いた韓国民族の底力、また歴史を誇る鎮守城について紹介したいと思います。史跡第118号である鎮守城は別名直側村と呼ばれていました。鎮守城は朝鮮時代を代表する戦略的な要衝地であり、文禄慶長の駅が行われた当時、鎮守城は唯一チョルラドにつながる要地でした。鎮守城を守らなければ軍糧を補給するホナム地域を防御することができないため、日本軍は鎮守城を包囲し、灘野にわたる激しい戦闘を行いました。結局鎮守城の軍人と国民は自らの命を張って鎮守城を守り抜きました。当時の姿は竜燈によって鎮守南港第一船橋と鎮守城のあちこちで生き生きと表現されています。歴史の現場である鎮守城は今年もお祭りの開催地へと再構成されました。500年前の先祖の生活風習、鎮守城の守護、軍人たちが訓練を受ける姿、竜の橋伝説などをテーマにした竜燈が去年の700個余りから1000個に増加されました。朝鮮時代、鎮守は西方に孫仁港、北方には智里山チョンワンボンまで相接する広い領土を占めていました。また文禄慶長の駅が行われた当時、日本軍を撃退させ戦争の流れを変えた場所でもありました。2013鎮守南港竜燈祭りとともに、鎮守城は竜燈の光に乗って現代を生きる我々の心の中に特別な意味をもたらしています。 NSP ニュース、斉藤優でした。